すごい。鈴間さん酔っ払うとどうなるんですか。酔っ払うと寝る。あとたまに吐く。寝るか吐くか。吐く。あ、そう。そこまで行く。吐く時もほんとひどい吐き方するよ。あ、そう。あの一回その打ち上げ新年が、お前も一緒にいたな多分な。はいはいはい。キラーミューンかなんかの打ち入りかなんかで、はいはいはい、で、はい、飲んで、はい、めっちゃ酔っ払って、うん、ワインなんかあんま飲まないのにたらふく飲まされて家帰ったら、はい、ちょっともう家の前で来ましてね。おおおお、うん、これはあかんぞと。で、これはあのいわゆるお手洗いに行かねばならんなと いう状態に突入しまして、ね、行くぞと思って、はいはい、トイレを開けたら、うん、ちょっと遠目にあられたんですよ。あ、おトイレ様が、トイレがね、あ、おトイレ様がね、はい、遠目にターゲットポイントがね、ターゲットポイントが遠目にあられた、うんうん、なのでそこを見たんですけど、うん、結果やばい、もうあと3歩で行けるけど、うん、ってなります。そんな遠くないじゃないですか。そうでしょ。そんな遠くない。でもその時の俺はもうすごいのよ。すごい遠かった。もうシルクロードぐらい遠いのよ。遠すぎるわ。すごく遠いわけ。でもそれぐらい遠い。でもここにあるからターゲットが。そうそう、ターゲットありますね。だからここまでもう込めますよ。一応ね、こういうふうに。ああ、なるほど。飛ばす、飛ばす、ね、飛ばす、ね、ここに入れたいわけ。そうそう、ここにあるものを、ね、気持ちが前に出てる、ね、そう、前に出てる、うんうん、バーってやったんですよ。いい。そしたらうち白い壁なんですけど、爆山先生が描いたもう絵みたいな。やっちゃった。こんな感じになりましたよ。作品作っちゃった。作品作った、作品作った。